高野須城、別名、高須城、または高須美課城は、福井県福井市高須町にあった、南北町時代の日本の城跡。北朝方の柴高爪と、南朝方の脇屋義介らによる越前をめぐる、騒乱で、南朝方最後の拠点となった。福井平野の西側に位置する乳山地北部にある、標高438メートルの高須山山頂に、築かれた山城である。 遺跡としての名称は高須城石となっている。山頂の定石には2段に分かれた車のほか、腰車や帯車、縦彫り、空彫りが残る。また1922年に建てられた杉田定一の記号による定石碑がある。延元3年、略王元年の新田義貞の戦死後も南朝方は脇屋義助が首相となり、抵抗を続け、 黒丸城を攻略して一時優勢となったが、広告元年、略王3年8月に黒丸城を奪還され、広告2年、略王4年6月には、苑山城を落とされて、劣勢となった。脇屋義介は、美濃に逃れ、越前国内で南朝方が保持している拠点は、畑地の尾が立てこもる高野巣城のみとなった。なお、北朝方による黒丸城奪還から、 ソマヤマ城陥落に至るまでの経過は、軍機物、太平記では、第22巻が、結巻しているため詳細に描かれておらず、第23巻は、畑地の,の高野巣城における、戦闘の様子から始まる。また、太平記22巻に描かれたであろう、時期の動向は、一連の戦いに参加した北朝方の、能登国の国人、徳光ラインが残した、 軍中城などから復元されている。特攻文書によると畑地のは、広告万年、略王三年に一時降伏したことが記されているが、その後再起したらしく、広告二年、略王四年に一夕じ政と共に、高野須城に籠もり、城を包囲した柴高常軍に対し安強な抵抗を続けた。なおこの時、七月の戦闘に参加した特攻ラインは足に矢を受け負傷している。 しかし10月末、防戦に決着をつけようと決意した時のは、宇治政の部隊を城に残し、次軍は城を出て、一時山に陣を取り芝勢と激戦を繰り広げた。次能は、わずかな手勢で大軍の芝勢を撤退させることに、成功したが、肩に受けた矢が致命傷となり、3日後に死亡、同時期に、高野須城も陥落し、南朝方の越前の拠点は一掃された。 ありがとうございます。